くんちゃん、どいて。はい、どいて。はい、くんちゃん。よしよし。はいはいはい。ボスくん、おはよう。おはよう。はい、おはようございます。ボス&クイーンです。はいはい、もういきなり遊びたいな。はい、よし。引っ張りや。ほら。引っ張り、あれ、そっち行って。よしよし。はい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 。今日もね、最高にいい天気です。相変わらずね、ボスくんはまったり過ごしており、ボスくんくんちゃんね、またご飯ね、残しています。しかもね、結構残しています。はいはい。あとでちゃんと食べや。くんちゃん、わかった?ちょっと、はいはいはい。わかったから、はい。遊んでほしいんやろ。はい。ほら、よしよし。ああ、お力強いな、ほんまに。また力がね、強くなってきています。よしよし、はいはい。ボスくんもちょっと垂らして。よしよし、ボスくんは早っ。あちょっとクインちゃんどいて、わー、わかった。ほら、クインわかったってクインちゃん、はい、引っ張ってほしいんやろ。今日はね、撮影しながらのね、パパトークしています。なので、風切り音とかね、足音とか、リアルでね、そのまんま、撮影しています。よしよし、近い、クインちゃんはね、いつもね、ボス君とパパの間にね、割り込んできます。私が一番よってね、ちょっとこら、クイーン。はい、ボス、おはよう。みんなね、おはようわ、ボス君。ボス君、こっち向いて。ボス、こっち向いてよ。もう、クイーンちゃんはもう、かまってちゃんです、本当に。よし、ちょっとね、パパ、朝からね、喋りすぎてね、もうね、もう喉がね、やばいです。もうね、朝からね、ほら、疲れ切っています。はい、くんちゃん、ちょっと、迫ってこんといて。よしよし。ボスくんをね、撮影したいんですが、くんちゃんがね、必ず、割り込んできます。なので、なかなかね、いつも、ボスくんはね、ゆっくり撮影できません。はい、わかったって、くんちゃんのそんなドアップばっかいらんやろ。はい、わかった、ごめん、はいはい。ほら。パパのね、ちょっと近いって。パパのね、膝の上にね、手を置くんですよね。もうやめて、くんちゃん。こうやってね、パパのね、足の上にね、手を置いてね、ちょっと、母もう無理だ。疲れた。はいはい、ごめん。わかった、こっちで遊ぼう。はい、おいで。はいはいはい。もうね、ボス君をね、撮影できません。よし。はいはいはい、引っ張ってみんなに見てほしいんやろ。なあ。こうやってね、遊んでんのをみんなに見てほしいやろ、くんちゃん。ほら。うん?こうやってね、遊んでんのをみんなに見てほしいねんな。よしよし。ボスくん。よいしょ。もう、近い行っても、くんちゃんもたまにはね、たまにはボスくんを撮影したいです。ほら。ボスくん。ボスも、これがね、くんちゃんなんですよね、いつも。いつもね、クインちゃんばっか撮影しているのはね、ボス君はね、撮影できません。またね、ボス君ね、全く動かないので、多分ね、見ていても、ただただずっと寝ているボス君なんですよね。なんか顔汚れてる。ほら、もうクインちゃんはね、おいで、こっちにも。ボスもおいで。ボス、神。ボス、ほら、動きな、ちょっとは。ボス、おいで。ボス、ダラダラしすぎやで。ボスもおいで。おいで、ほら、お、何の音？ああ、もう最悪です。はあ、猫がね、網戸潰しました。もう最悪です。猫が網戸潰してね、今またもう一匹出ようとしています。ちょっとね、くんちゃんどいて、もうね、ほら、ああ、よしよし。いいよ、ちょっと待って、そっち行っときゃ。そっちでちょっとクインちゃんと遊んでいて。ちょっとクインといて、危ない。ここロックしておきます。ララがね、お家の中にいるんですが、さっきね、出て行ったのはうららです。見てください。もう網戸がね、完璧取れています。もうね、もう毎日猫ちゃんとワンちゃんにね、お家を潰されてってね、それをまた直しての繰り返しなんですが、ララちゃんが走っていきました。ララ
ララおいで、ララちゃん、ララちゃんおいで。距離感を保っています。ちょっとね、動画じゃ見えにくいかと思うんですが、この前はね、クインちゃんトゲつぶして、今日はね、アーミド、これペット用の網でね、おすすめです。破れないんですよね。なので、おすすめなんですが、見てください。我が家のね、デブ猫オララがね、突進して開けた穴です。またね、ここも直さないとダメです。これもね、切れています。じゃあね、クインちゃんに戻りたいと思います。クインちゃん、ちょっとそこどかな。パパ出れへんやろ。ほら、入れへんわ。よしよし、はい、おいで、来い来い、ダメ、来い、ノー、来い。クインちゃんがね、猫を見ています。猫はね、クインちゃんを見ています。来い来い、ダメ。もう、クインちゃんが猫追いかけて遊んでいます。もうね、パパね、もうね、今日朝からね、喋りすぎてね、もうだいぶ疲れています。おい、ときみーちゃん、こっちおいで。もうクインこっちやるわ。おいで、クインおいで。はい、入れや。おう、クインの尻尾がやばい。クインちゃんのね、尻尾がね、バン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 当たってね、歩いてるんですよね。それがね、一つの悩みです。ちょっと尻尾見してみ、クイン、クイン、ちょっと尻尾見して。自分より高い時、自分より高い位置になったらな、取ってくれってやってる思ってな、飛びつきよるし気をつけよ。クインちゃん、尻尾見して。あー、もうパパクタクタや。上でちょっと遊んでいて、パパボス撮影するわな。こういう時はね、ボス君と二人でね、撮影できるかと思います。クインちゃんはね、子供たちと遊んでいるので、わあ、クインちゃんまた来た。はい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 、もうこう行きました。危ない遊びしたらあかんで。はい、引っ張りっこしています。ボス君こっち向いて。なんかボス顔汚れてんだよな。何してんの、なんで遊ばへんの最近なあ。ボスはもっと遊ばなあかんで。お、なあボス、わかった。もうね、クインちゃんがね、パパんとこまで子供を引っ張ってきました。向こうから、はいはいはい。もうね、こんな感じでね、撮影しながらのトークなんで、子供のね、大きな声や、またね、網戸の落ちる音、風の音とかね、またね、たまにはいいかなと思います。よしよし、ボスご飯食べや。なあ、ダイエットしてんのはわかるけど、ご飯食べなあかんで。よしよし、もう何してんの、ほらもう。なんかクインおかしいでな。また天使の輪か、ほら、あ、取ったろ、クインちゃん。暑い。今日はね、ちょっと暑すぎます。パパもね、ジャンバー脱ぎたいなと思います。よしよし。ボス君、ボス可愛いな。ボス君、ほら、もっと可愛い顔見せて。な、ボス君。よしよし。可愛い、可愛いボス君。よしよし。今日はね、こんな感じの動画になったんですが、もうね、今日もね、朝からね、もう子供たちとね、いっぱい遊んで、もうね、まだ朝なんですがね、ハイテンションです。あー、なあボス、よしよし。じゃあね、今日はこの辺でね、動画終了したいなと思います。わお、近い近い、クインちゃん、ちょっとそっち行って。危ないわ。もうね、子供とクインちゃんがあっち行ったりこっち行ったりしてね、またクインちゃんがね、子供を引っ張ってきて。階段だけちょっと気をつけや。はい、でね、今日も、久しぶりにね、ボス君のチューでね、バイバイしたなと思います。ボス君、今日もね、チューしてな。ほんじゃ、昔はね、いつもボスと2人だったんで、チューしていました。じゃね、ボス君、バイバイのチュー。はい、どうでしたでしょうか。今日はね、ボス君、くんちゃんのお庭動画だったんですが、今日もね、元気いっぱい、いっぱい遊びました。もしね、今日の動画がいいねと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。
またね、 TikTok というサイトの方では、渡辺ボスと検索してもらったら、出てくるので、よかったらそちらの方も、フォローよろしくお願いします。じゃあね、今日も元気いっぱい素敵ないい一日を。